はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。6月21日火曜日でございます。12時を回りまして12時15分、今日はちょっと早めのご飯を食べてね、ビール系飲料をね4缶飲みました。結構酔っ払ってましてですね、まあ酔っ払ってるというか、まあ、ふわっとしてますね。はい、で今日本当にネタないですね。火曜日ですからね、もうウィークデーになって2日目ですから、昨日いろいろ起こっていればですね、いろんなネタがこう出てくるんですけども、出てきません。つまり何も起こらなかった、新潟の方で地震があったというぐらいでございまして、それ以外にこう大きなネタがないんですね。でいろいろ見てますとございます。一貫現代デジタル、最近あんまり電話がかかってきません。ここいつもね電話なんですよ。電話、まあまあでも最近マンションの話題がないですからね。で見つけましたニュースはこれでございまして、本日21時6時にございました。平気で嘘をつく高市早苗がトレンド入り。安倍元首相も消費税8割は借金返済と答弁の過去。なんていうかこれはね結構ね、この日刊現代ではですね、どうでしょう、まあそうでもないのか、一番トップに来てるんですけども、アクセスランキングではそんな大したことない、まあでもこれトップに上げたいんでしょうね、きっとね。高市さんね、確か私の同年代一つ上ぐらいかな、自民党の政調会長ですね。行きましょう。こんな言葉が20日のツイッターでトレンド入りした。自民党の高市早苗政調会長は19日の NHK 日曜討論で、令和の大石あき子、NHK 日曜討論で朝やってるんですね。で日曜日の昼頃にですね、 NHK ニュースをこう聞きますと、ラジオで聞くんですけどね、私現庁行ってる時に、今は行きませんけど、その必ず本日の NHK 討論でっていう、どこどこ党の誰々さんがこんなこと言わはりましたという、言わはりましたとか言わはりましたNHK です、という、 こうどこどこ党の何々さんのこういう主張に対して、何々党の何々さんはこうこうこうでと、それニュースかと思うんですけど、それ番宣やんと思うんですけど、まあ聞くんですけど、まあ、日曜日の朝8時か9時からやってるんですね、日曜 NHK 討論って。その日曜討論で、令和の大石あき子、令和って令和新選組って、あの太郎ちゃんとかですね、山本太郎ちゃん、あき子精神会長が消費税の使途をめぐり、使い方ですね、めぐる問題点を指摘したところ、消費税は法律で社会保障に使途が限定されているなどと猛反論したためだと。でたらめを公共の電話で言うのはやめていただきたい、こう言って大石氏ににらみつけていた高市氏だが、もはや消費税が社会保障以外に流用されていることはとっくにバレている、そのため SNS などで平気で嘘をつくなと拡散された。嘘をつくっていうのは単に知らなかっただけじゃんかなという気がしますけどね。あの消費税の使い道っていうのは、なんていうかな、3分の1が地方に回って、でその他は社会保障に入れるという公約のもとにですね、あれができました。実際2019年1月の衆参本会議でも、当時の安倍首相はこう発言している。少子高齢化を克服し、全世帯型社会保障制度を築き上げるために、消費税の引き上げによる安定的な財源がどうしても必要です。略8% の引き上げ時の反省の上に、経済運営に万全を期してまいります。増税分の5分の4を借金返済、借金返しに充てていた消費税の使い道を見直し、2兆円規模の教育無償化などに振り向け、子育て世代に還元いたします。まあ、こんな答弁したんですね。国会の答弁は別に、まあどうでもいいとは言いませんけど、まあね、その時々にで都合でやってはりますからね。つまり消費税増税分は社会保障費ではなく、その8割が借金返済に回されていたのだ。道理でいくら増税しても庶民生活に恩恵がない。まあええわ。まあええわ。あのね、日刊現代さんって基本的に反安倍でした。
反安倍で、菅さんの時も反菅でしたかね、まあ、要はあの反体制メディアですね。あの民主党政権の時どうやったかよう知りません。民主党政権の時も私はお付き合いがあったような気しますけども、まあ、あの時あんまりそこまで考えなかったですね。あのご要望があればコメントを出していたような気がします。はい、あの最近あんまりこう密に交わって、ね、いないんですけども、まあ、あの嫌いなメディアではないですよ。ただ夕刊フジがですね、産経新聞系ですので、まあ、保守寄りということで最近記者には冷たいですね夕刊フジは。記者には冷たくって、安倍政権の時には安倍さんに対して、まあ、抑散的な動き、抑散的な 言論やったかな。今岸田には冷たいですね。日韓現代は一貫して自民党の政権に対してはですね、あの敵対的にこうやってると、まあまあまあ、もともとがねサラリーマン相手のタブロイド紙ですから、反体制のポジションにあった方が、まあ、やりやすいというか、若いサラリーマンというのは要は搾取されている人々ですから、反体制的な言論の方にこう近しいものを感じるんでしょうね。まあ夕刊フジはどっちかというとまあ保守的ですから、まあいや私の知り合いどっち読むのって言って、同年代ですよ、同年代の知り合いが若い時からタブロイド紙買う人なんですけど、大体現代かなって言ってましたね。あ、そうって感じ。私買わない人だったんですよ、ちなみに。毎日通勤はしてるわけですね。会社経営をしてても行かなあかんでしょ。だから行って帰ってくる通勤はしてるわけですけども、タブロイド紙読まない人なんですね。というかもう本読むのに忙しいって、これ読んだら次あれ読まなあかんとかで、ね、やってるわけだって。タブロイド紙っていうのは読む機会はありますけどね、どうでしょう、自分で買ったことなんかこう生涯で10回はないでしょうね。思い出せないですね。買ったことあるような気がしますけどね。あの昔夕刊フジは株価が出てました。あのネットない時代、どうでしょうね、5時ごろ、5時から6時ごろにですね夕刊フジを買うとですね、早番ちゃう、その遅番か、あとその日の終値が出ていましたから、それは時々買っていましたね。120円とか100円とか忘れましたけど、まあ、それぐらいかな。でもたまにです、たまに10回買ってない、生涯で10回買ってないですね。日刊現代買ったことないんちゃうかな。まあ、そんな人間でございまして、あんまり馴染みはないんですけど、ネットの時代になりまして両方とも毎日見てますよ。日刊現代もザクザクもですね毎日見てます。高市早苗さんね、NHK の日曜討論でそんなこと言わはった。まあでもね、多分ね、それはね、そのわざと言うた嘘ではなくって、多分この方は知らなかったんですよ。消費税がですね、もともとは 3% の時には 1% は地方に、あとの 2% は社会福祉にというふうに言われていた。多分その記憶が濃厚にこうあれしてるんでしょうね、宿っていて、それがこう発言になって出てきたんでしょうけど、まあね、政治家もね大変ですよ。そのいろんなことをですね頭に入れとかなあかんわけだって。ほんまにようやってるわと思って。高市さんね、この方前回の総裁選、去年ですね、でにわかに躍り出てきまして、次期総裁候補の有力ではありませんが端っこの方には必ずいるでしょうね。多分日本で女性で一番総理総裁に近い方でしょうね。まあ、なれるかどうかは知りませんけどね。で、まあ、言うたることかなり過激ですし、靖国神社にお参りになる方であって、いや嫌いではないですよ、全然私は嫌いではないですけども、まあ前途多難ではありますね。でこうやって叩かれやすいタイプでございます。まあ目立ちますからね。で奈良県ご出身、神戸大学やったかな、私の一つか二つ上だったと思いますね。なかなかの何と言いますかね、期待の次期首相候補でございます。
きか嫌いかと言われたらどっちもないですけどね。まあまあ嫌いではないですね。キッシャンよりかはいいと思いますよ私は、あのビジョンがありますからね、まあでもなったらなったでこれは大変やろなという気がしますけど大丈夫かなという気もしますね。あの岐阜県のあの変なあのおばちゃんよりかは全然いいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。